よっしゃ。さ。うわー出たー、かー、うわまた出た、うわなった、ええ、これは嬉しい。たたたら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 、バレんなよ、ハスフラット買ったの、あーバレた、ふぅ、
ああ、食うんすかね。え？うん。なんだったら食うんだろうな。からだったらボート屋さんもすぐ帰れるし。もう一回上流行くかな。どうなんすかね。30分で行って、ミューバスがあんまりいない。よっしゃ、くっざ、よっしゃ、でっけー。
てやがい。くった。いやバケモンだ。やべ超モンスター。やばいねこれ。モンスターが出た。これ。これはでっかいっしょ。ギルフラットスイマー。関東のマックスサイズじゃないですか。トズラッパラ。綺麗だね。綺麗ですね。もう丸のみ。こんな感じで。これは震えるやつだ。よっしゃ。振り切んじゃねえかな、それを。行くぞ。あ、そうでもない。人字で54だけか。でもでかいよ。54センチ。口閉じで54でいいですかね。タコすげえ。ちょっと一緒から取るかな。じゃあまずちょっとルアーを先に出します。震える。よいしょ。ギルフラットスイマー、また詳しくおいで。ちょっと待ってください。ゼロでじゃあかけますよ。3130。はい、じゃあちょっと産卵の時期なんで逃げてもらいたいと思います。ね、トズラッパラ54センチ。じゃあ逃がします。54。うやったね。おめでとうございます。タックルはタトゥーラーエリートにバンタム MGL ライン14ポンドで1-0ギルフラットスイマー黒完了っす。おめでとう。ありがとうございます。できて見えたの？見えて、まあどうせいつもの食わねえやつだろうなーなんて思って、ずっとツイッチしながら入んねえかなーなんて言ってやってたら、ガンガン来たってなって、はい、というわけで帰ってきました。ゴールデンウィークの中休みっていう感じですかね。5月の2日、休みが取れたので千葉県のトズラッパラダムに行ってきたんですけども、50アップそして3キロ超えっていうね、なかなかゴンゴンに引くサイズのブラックバスが連れてくれたんで、タックルね忘れないように記録に残しておきたいと思います。まず、リールはですね、最近買ったばっかりのバンタム MGL シマノのリールなんですけども、これギア比がいろいろあるんですが、 PG、ね、一番ローギアのモデル、これに糸が C がフロロマイスターの14ポンド、ね、これがお気に入りで使っているんですけども、今回もね、最後までバス、ね、寄せてくれたんで、ますます信頼が高まってるんじゃないかなというところで、で竿はダイワのタトゥーラエリート、ね、今年買ったばっかりの竿なんですけども、大森プロの、クランキーっていう竿なんですけど、7フィートあって結構ね重めのものまで投げれる、クランキンロッドって言ってるんですけども、この1本でスイムベイトからトップウォーターから何でもござれっていうことで、まあちょっとね、重いものまで背負えるんで張りはあるんですが、軽いトップウォーターなんかも投げれたり、あと小さいクランクとかも投げれたり、穂先の方は、しなやかなんですけども、グラスコンポジットっていうことで、非常にパッドの方まで強くて、で何よりね今回3月亀山で釣った50アップに続いて、今回のバスもねなかなか太くて重い魚だったんですけども、結構
構不安なくファイトできたかなということで、ますますお気に入りの一本になっちゃいました。何にしてもね、なんかファイトしてる時に本当不安感がないっていうか、あ、これはなんとか浮かせてこれるなっていう、なんか底力みたいなのでっかい魚かけるとね、特によく感じる、そんな竿となっております。でね、このバンタムね、本当軽いものから重いものまで、まあベイトフィネスってわけではないんですけども、さすが最新のリールだけあってね、いろんなルアーこの一つのリールで投げてるんですけども、ほんとね、快適にスーって飛んでくれるっていうことで、で重いのまでこの剛性感がすごいカッチリしてるから、スイムベイトとか投げるのもね、すごいなんかヌルヌルと巻けて気持ちよく、投げれてるなって、こんな感じになっております。で、肝心の釣れたルアーなんですけども、ちょっとケースに入れて持って帰ってきたんですけど、去年買ったですね、ギルフラットスイマーね、ギルフラットを使うことすごい多かったんですけども、これ買ったけどね、なかなかどういうところ出しどころが、まあちょいちょい投げてはいるんですけども、魚釣ったことなくて、でもね今回ちょっとあるパターンで使ってみたいなと思って持って行って、ね、これその使ってたやつですけど、ちょっとねおっぽが欠けちゃったんですけども、非常にね今回活躍してくれたっていうことで、お気に入りのルアーの一つに、なりました。まずね、何なのかっていうと、トズラッパラダム今ね5時までね、5月なんかボート乗れるんですけども、ヘラの、もともと釣り場ですからね、ヘラのお客さんに向けてレンタルボートを、貸していたんですけども、ちょっとねヘラの人たちが高齢化とかによってなのかな、ちょっと人数が少なくなってきたっていうことで、去年から、ブラックバスの人にもレンタルボートを、乗っていいよっていうことで、船が借りれるようになった、こういう湖なんですね。でここで思いつくのが、ヘラのおじさんが帰った後パターンっていうのがあるんですよね。ヘラのおじさん大体ね、3時過ぎぐらいにはねみんな帰っちゃうんですよね。まあ帰りの、ね、渋滞とかあんまりきついのもあれだしなっていうんですかね、横利根川なんかで見ててもみんな結構霊界の終わりの時間とかがそういう時間なのかね、まあ3時過ぎとか、はたまたまあ4時前ぐらいには、片付けて上がっていかれるんですけども、そんな時に注目したいのがですね、そのヘラのおじさんね、結構まあヘラ餌で狙ってるわけですけども、結構ゲドウがかかるんですよね。いろんなゲドウが釣れるっていうことで、中でもねあのブルーギルが結構釣れるっていうことで、あーまたギル来たよなんて言ってね、ギルを逃がしたりしてっていうのを1日こう1箇所で行ってるわけなんですけども、それでね、あのねボートの下にねでっかいバスがつくんですよね。このおじさんこのボートの下にいれば、なんか定期的にね、なんだろう、ちょっと弱ったブルーギルが、具合よく降ってくるぞっていう感じなのかね。で今回ねあのフープの原さんと行ったんですけども、原さんがヘラのおじさんねどくときにあのお話ししていて、あんちゃんこの下でっかいバスいるぞ、狙った方がいいぞっていう感じで、でヘラのおじさんが帰った後に原さんとその周りで釣りをしていたんですけども、ちょうどねそのヘラのおじさんが釣りをしていたあたりですかね、その岸際にこのギル型のねギルフラットスイマーを投げたら、まあちょっと濁っててね、見えづらい状況ではあったんですけども、これをね空気質があって結構フローティング気味に泳ぐんですね。で水面直下を岸際に入れてふわーって泳がせてきたら、岸際の方からモモモモモモってこうね、すごいもうフットボールの塊みたいなね、まあ、3キロの塊が追っかけてきたんですよね。うわ追ってきたと思って、そっからがこのギルフラットスイマーの今回ね、真骨頂だったんですけども、基本はフローティングなんですけども、ここに見えるかな、空気室があってツイッチをね入れるとね、この中に水が入って、まあ状況によっては糸の張り具合によってはサスペンド気味みたいな状況を作れるし、さらに水を満杯に入れるとね、これがシンキングになってくるんですね。ふわーって沈むようになる。
で表層の方で最初トゥイッチ入れて誘ったらバスどうしようかなって言って一回フッて消えたんですよね。うわーダメだったと思いつつもこの中にガッガッて水を入れてちょっとゆーっくりデッドスローシンキングで沈むようにして、あの自分の目から見える見えないぐらいのラインに沈め込んでいって、でまだバスはついているんであろうと仮定してですね、何回かダッダッて、ね、さらにトゥイッチを入れたらコンってね、当たりが出たっていうこういう状況なんですけども、なんていうかなこのスイムベイトですね、というわけでなんだろう、まあすっごいよく調整されたーオートモ車みたいなスイムベイトがあるとしたら、これはマニュアル車みたいなね、自分でその投げた時に任意のこの速度とかにこうシフトダウンしたりシフトアップしたりね、まあシフトアップはできないかな、まあいろいろとねこうタックルで操作することによっていろいろな使い方表情を見せてくれるっていうことで、そんな感じでね、ぜひですね動画なんか見返していただけると、その釣る前に一等こうステキャストじゃないんですけども試し投げした時にこうどれぐらいトゥイッチしたら、このタックルでどれぐらいトゥイッチしたら沈んでいくようになるのかな、はたまたどれぐらいダートするのかなっていうのをたまたま具合を見て、ああこんな感じかと思って次投げたらその一投で、動画にはちょっと分かりづらい映ってないかもしれないんですけども、偏光グラスからはですね結構投げてかなり遠くにいる状態からですねバッて魚がついたのが見えたんですね。そこで食わせに、まあそれでなんかね喋って釣れなかったらなんだかと、もうちょっと押し黙ってねって竿の操作をしてるわけなんですが、それによってかかってくれたというところと、で普段はこうやってね針先がこんな感じで刺して、ここの針先隠す、スリットにこうやって刺してねこんな感じでいるんですけども、いざねああいうデカバスがかかった後もねこうバチコーンって外れて、でここがスイベルなんですよね。というわけで結構ね今回跳ねられたりなんだりしてね、状況によってはバレちゃうかなっていう雰囲気だったんですけども、最後までがっちりバラさないで来てくれた。まあねこれでゆっくり巻きになったってのと、あとこのタトゥーラの、曲がりがそのバスの引きに追従して具合よく曲がってくれたっていうのもあるのかもしれないんですけども、非常に、不安感なくファイトができたっていうところと、あとねまあ丈夫ですね、ここに布が仕込んであるんで、まあ布が仕込んでないやつだとまあちぎれちゃうかななんていう激しい目に遭ってきたんですけど、こんな感じで全然ねまだまだいけますっていうことで、まあここちょっとね尻尾かけちゃったけど、その後、しばらくボート屋さん終わり間際までこれ投げてたんですけども、まあ全然動きの方も破綻せずですね、気持ちよく動いてくれたなというところと、この頭周りもね専用のこのバネ式のいろんな、アイデア満載のこうなんていうんですかね、この固定するまあしなやかなんだけど丈夫さを維持するようなパーツが仕込まれているんで、ね、全然壊れていないということで、まあまあこれもう一個買おうかなっていうね、黒が好きなんでちょっと黒売ってたんで買ったんですけど、もうちょっとね水の色になじむようなやつなんかも追加で買おうかななんていう風に考えております。というわけで、今回こんな感じのセットで釣ったんですけども、このタトゥーラエリートに関してはね本当これで50アップね買ってから2本目なんですけどね、もう本当関東だとありがたい限りなんですが、かけた後のねこの絶妙な曲がりがね本当なんか不安がないですよね。あこれはなんとか上げられるなって感じさせてくれるような、全然ね釣りしててね今回もものすごい引きでね、あちょっとねビビりながらのファイトだったんですが、結果ね最後ネットにも収まってくれてね、で最後ネットに入れようとしたら入りきらなくて一回バスがバババババって沖に逃げるんですよね。そんな時もこの竿の曲がりがガッガッガッってついていってくれて、おかげでねバラさないで済んだかなって。あそこをねこうめちゃくちゃ硬いね竿でやっていると下手したらなんだろうなどっかに、
口切れなのかライン切れなのか、はたまたフックが曲がるのかとかね、何かミスるとね、ああいう大きい魚ってバレちゃうんで、ただね、こういった感じのセットでやったら、まあ贅沢言えばね、これ今14ポンド入れてるんで、あれが16ポンドなんか入れてたらより不安感なくファイトできたのかな。さい、ガッガッガーって船の下にね絞り込まれる時にちょっとやべえかなっていうのを何回か、感じたんですけども、まあそんな時にね、これ16ポンドとかだともうちょっとね安心感のあるファイトができたんじゃないかななんていう風に思っております。まあまあね、これねまだそのもう十分ですけどね、1匹しか釣ってないんで、これからねハイシーズンに突入してギルネストパターンですとか、はたまた、夏のギルクイバスパターンとかね、そういったのを狙う季節になってくるとより、活躍してくれるんじゃないかなと思うんで、引き続き投げ込んでみようと思います。まあこんなタックルでというところで、でまあ今回釣ったバスなんですけども、多分ねあれね、スポーニングの個体ビッグママっていうやつだったと思うんですけども、大潮絡みってのもあるのかな、いつ産卵しようかなって、あの辺りをこういろいろレンジを変えながら行ったり来たり行ったり来たり、して、その産卵の機会を伺ってる個体だったのかもしれないんですけども、まあそんなところにね、こんなちょうどよく一発食えばしばらくお腹大丈夫みたいなね、こういうボリュームのあるルアーが来たらね、思わず、食ってみようかなって追ってくれたのかななんていう、そんな状況だったのかなと思います。というわけで、本日の釣り GO TV はですね、ゴールデンウィークの中休み、5月2日ね、千葉県のとずらっぱらダムに行ったらバカでかいブラックバスが釣れたよ、こういった動画でした。はい、釣り GO TV でした。